はいスタートですねスタートはまずは3番、ですね南選手が取りに行きましたね、そうなってくると、古生選手との連携ですので、前受けが9番、3番、7番ですね、古生選手に南選手、村上弘之選手、この近畿勢が前段ですね、そして中段にはまずは4番、2番ですね、後藤選手に小川選手、ここは福岡の両名ですね。 そしてその後ろに町田選手がいますよね、1番、5番、町田大我選手に桑原選手、ここは中国地区のラインですね、そして後方には6番、8番、鈴木隆二選手と中田健太選手ですね、この最強ラインが後方ですね、このような形でスタートいたしました。 えまず、えー、このレースなんですけども、古性選手ですね、えー、昨日は、えー、ドリームレース、脇本選手のまくりを、えー、マークして、えー、突っ込んできたんですけども、えー、抜き切れませんでしたよね。 そして後ろについている南選手、え昨日は寺崎選手のかましを、ね、差し切ってましたから、まあ、ここも11秒2で差し切ってましたので、小翔選手が早めに仕掛ければチャンスは十分ありましたけども、え今日のレースはまくりだったのでね、よくまた挽回して、追走していったなという感じですよね、その辺も見ていきたいですよね。あとは、ここの中には行きっぷりのいい、ね、後藤選手、4番ですね、小川選手を連れて、福岡両名 あとは後方にいる6番の鈴木隆選手がどのようにレースを崩していくかというところがポイントでしたね。町田大河選手もかましていけば縦の強い選手ですので十分ここはねレースを脅かす存在ですけども残り2周半ですね、鈴木隆選手がやっぱり自力宣言をしましたからここは前に行って抑えていきましたね。中田選手が追走しています。町田選手がそのラインについていく形で ここは先行を、ね、しに行こうと思っているわけなんですけども後藤選手がさっと引いて町田選手の後ろにもう位置してますから、まあ、後藤選手からすると松田選手を叩いて松田選手も後ろを見ながらスパートしていましたから、まあ、ここは切って行かせてと3番手非常にうまいレースをしたと思うんですよね。 この時に鈴木隆一選手が、ね、そこの間を狙って突っ込んでいっ,踏んでいったわけなんですけどもその時に中田選手がマークを離れてしまいましたので、ね、鈴木隆一選手が2番のここは小川選手と接触して落車してしまいましたねそして3番手からここはまた、ね、まくりいったわけなんですけども小性選手がすごかったですよね、うん、3番の南選手が少し遅れたんですけどもよくここまた5番の 小、えー、原選手の上を、ねえー、踏んできたんだと思うんですけども、ハンドルの投げ比べで、えー、伸びてきた小川選手、えー、9番、2番、3番ですね、えー、小翔選手、小川選手、えー、南選手でゴール決着しました第11レースでした。